カルロゼッキはイタリアのピアニストで指揮者。ローマに生まれ、記事の音楽院で作曲とピアノを学んだ後、ベルリンでブゾーニとシュナーベルに指示。1920年にソリストとしてデビューし、一時期はピアニストとしてベネデッティ・ミケランジェリの公的主と目されたが、1939年には室内楽での演奏に重点を置くようになり、エンリコ・マイナルディとデュオを組んだ。 ピアノの演奏活動を停止したのは、借金の返済に困って、事故のためにピアノを弾けなくなったと偽り、保険金を採取したことが露見するのを恐れたためであった。1938年には、ハンス・ミュンヒやアントニオ・グアルニエリから指揮法を指示し、1947年から世界各国の主要なオーケストラに客演した。1966年から10年間、 ウィーン室内管弦楽団の首席指揮者を務めている。教育者としても有名で、ローマのサンタチェチーリア国立アカデミアのピアノ科教授を長く務めたほか、ザルツブルクでもマスタークラスを開講していた。主な門下にファウストザドラ、マリア・クララ・モネッティ、アンネッテ・サーバ・デートがいる。1984年、ザルツブルクで死去。ピアニストとして、ダニエル・バレン・ボイムを 指揮者として同じく、ダニエル・バレンボイム、クラウディオ・アバド、ズービン・メータラを指導した。ありがとうございます。